海天グは、棘をもく、海天グ家に属する、海水魚の総称、あるいはその中の一種。かつては、海天ウミ海天グ家に分類されていた。千葉県以南の太平洋から、インド洋沿岸までの旋海砂霊地帯に広く、分布している。体が上下に平たく、硬い骨盤で覆われている。額が長く突き出し、長い鼻のように見えるため、海天グの名がある。胸びれは大きく。 翼のように水平に広がる。体は褐色や黄土色、開白色などで黒褐色のハンモニア、網目状の模様がある。小型で全長1 0トル内外のものが多く、最大で1 5トルほど。種としての海天群、ユリペゲセスドラオーコニーズは、本州中部以南、西太平洋、インド洋の浅いサデーテイに生息する。体長7トル 形が変わっているので、乾燥させたものが、飾り物として売られている。かつてはその形状から、タツノオトシゴと同じ幼児魚に近い種類だと思われていたものの、全く別な種類としてそれは否定されていたが、最近は遺伝解析などで、禁煙種という形に入れられている。英語での、シーモスや、リートルドレアガンフィッシュという名前はヒレオとジルトガが、止まっているように見えることや、 ゴツゴツした姿と立つの落とし後のような口先からそのように呼ばれた。普段はカレイやヒラメのように海底でじっとしていることが多く、地味な体色を近くの岩などの地形や砂地に合わせ保護色としている。餌は小型の甲殻類やプランクトンに誤解などといった関係動物などである。動きが遅いので、 見つけるのは難しいが、見つかるとすぐに近寄ることができるほど泳ぐのが遅い。体型が細身の槍天狗や体が竜の落とし子のように骨盤質が目立つ天狗の落とし子がいるが、本種ほど数は多くなく、人種扱いに近くなっている。ありがとうございます。